生魚食ってるからだよ。生魚食わないの。あ、タワ君、ピンクのフラミンゴいるよ。うわ、なんかここ上手に泳いでる。はい、続いてお話しするゲストさんね、呼んできましたよ。ということで最初のお題が飼ってるペット、うん、じゃあ早速大野あすこちゃんから聞いちゃいましょう、はい、あれ飼ってない飼ってない飼ってないけど実家では飼ってて、昔はまだ実家にいるときはあそこも犬を飼ってた。犬、何ちゃんですか。前の子はプックル。呼びにくいですね。雑種のプックルで、今はあのミニチュアダックスのチュロスくんがいます。美味しそうな。美味しそう、お家のね、お父さんがつけた。じゃあ、なんだ、親戚とかのお家に行けばいる感じですか。そうやね、実家か、あとはいとこのところにも、パピオンとチワワがいる。なかなか自分で飼えないですよね。今は飼えない。昔はウサギと鳥と、あとね、カメも飼ってる。カメは現在進行形で実家に飼ってる。そっか、長生きするといいですね。長生き、もういつからいるか分からへんから神様。あ、じゃあライちゃんは。あ、僕も飼ってないんですけど。飼ってない。すごい、でも近所、すごい家の周りに、近所のおばちゃんが住んでるんですけど、そこに犬が2匹いて、そのためになんかみんなで遠出したいからってキャンピングカーを買ってて、仲いいんですね、ご近所さんと。そう、ご近所ですけど、おばちゃんとかが家の近所がもともとその世帯で住んでるところだから、そこに行けば会えるし、いいですね。そんな私は、飼ってないんですけど、私もなのでここにいる全員飼ってないんですけどね。なぜかこのお題、はい、好きなんですけど、なんか大変じゃないですか、お世話とか。まあね、私がちっちゃい頃にあの猫のみーちゃんっていう黒猫を飼ってたんですけど、ある日いなくなっちゃったんですよ。なんかね、気まぐれだから。だからね、まあ猫飼いたいですね。猫が飼いたいのか。飼うなら猫。いいですね。はい、続いて、のお題はじゃん、行きたい動物園は。もうすでにこの上野動物園行きたかった場所なんですけどね。ライちゃんはどこかありますか。なんだっけな、日本のどこだっけな、愛知とか南の方なんですけど、そこの動物園に行きたくて、行きたい理由が、私コーテペンギンが大好きで。そうなんや。上野動物園にも昔はすごいコーテペンギンとか、あとキングペンギンとかサブイがいたんですけど、全然こっちの関東圏とか北の方は全然行ってない。そのペンギンをもう一回見たいので。ペンギンは可愛いですよね。はい、あっちゃんは。あつこはね、海外やとアルゼンチンのルハン動物園っていうところに行きたくて、そこはなんか結構野生のライオンとかとも触れ合えるらしくて、日本やと香川の白鳥動物園っていうところでなんかホワイトタイガーの赤ちゃんとか抱っこしたりとか。
怖くないのかな、ね、でも赤ちゃんやから猫みたいなもんじゃない、うん、抱っこしたい。でもなんか静岡の方とかでもなんかそのホワイトタイガーの赤ちゃんを抱っこできるところがあった気がすんねんけど、どうだろう、なんか期間限定。私もちょっと興味あるのが、やっぱり富士サファリパークとか、あ、まあ、そこかもしれへん、そうかな、うんうん、あと群馬サファリパークとか、そういう間近で怖いトラさんとかライオンさんとか、ね、見回りたいですね。はい、ということで、以上でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いて鳥さんをバックにお話をしたいと思います。まず最初のお題なんですが、なれるとしたら何の動物になりたいですか。姫宮こももちゃん。はい、姫はうさぎとマイメロちゃんが大好きなので、うさぎさんになってみたい、なりたいと思います。うさたん、はい、うさたんかわいいです。私は多分前世が猫なので、あ、なんか生まれ変わっても猫になりたいなっていう感じです。うん、でもね、本当はなんか強そうな虎とかね、憧れますね。そうです、うん、でもかっこよかったですね、さっき言ったの、ね、いた、うんうん、赤ちゃんは猫みたいで可愛いのかな。可愛いです ね、うん、はいはい、はいはい、続いてのお題がですね、はい、話せるとしたら、話せるとしたら、はい、あ、うちです。はい、話せるとしたら何の動物が良いですか。話せるとしたら、この前ですね、夢でピンクイルカの夢を見たんですね。ピンクイルカ、ピンクイルカ、はい、ピンク色なの。そうなんです、ピンク色で。本当にいるの。意味では、あ、いるんですよ。私、シンガポールで見たんですよ、はい、動物園、シンガポールの動物園、うんうんうん、水族館に行ってピンクイルカを見たんですけど、うん、でも思っていたピンクとはちょっと違くて、なんかくすんでいた、うん、桜色みたいな、ね、そうですそうです。かわいい。で、夢にも出てきて、夢に出た、はい、なんか運命です、ね、そう、運命です。仲良くなった夢を見て、うん、それで、でも死んじゃったんですよ。あ、何それ、なんかちょっと悲しいんですけど、でもなんか話してみたいなってそこで思ったんですよ。なんか可愛いじゃないですか、はい、なんか私もちょっと似てるんですけど、うん、クジラさん、なんかホエールウォッチングとかしたくて、あの、みんな何を思って泳いでるのかなって思って、うん、なんか怖いんだけど、うん、本当は優しいんじゃないかなと思って。そうですよね、うん、なんか目が優しいですよね、うん、なんか間近で見たいなと思います。見たいです、はい、うん、はい、ということで、はい、引き続き、動物園を見回りたいと思います。はい、リリーちゃんたちでした。バイバイ。
ほら、ハッピーメロがゼロメロがゼロすごい足がシマウマみたいな回ってきたわけなんですが、もうすぐお開くということで、一人ずつ感想を聞いてみたいと思います。ではこちらのうさぎちゃんから。はい、今日はですね、いろんな動物が見れてすごい楽しかったです。個人的にはフクロウさんが目をつぶって寝てるところがすごい可愛いなって思いました。あとはフラミンゴがですね、急になんかクワクワクワって泣き始めて首をキョロキョロしたのがすごい面白かったです。貴重なのが見れて楽しかったです。ミリちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、今日はとっても可愛い動物さんたちが見れてとても幸せな気分になりました。姫はやっぱりウサギさんがとっても可愛かったなと思いました。はい、あとパンダさんが入り口にすぐ行ったので見たら笹を食べててのんびりしててまったりしちゃいました。今日はとっても楽しかったです。ミディさん呼んでくださってありがとうございます。はい、おももちゃんでした。小野敦子です。雨予報だったんですけど、いい感じに曇り空っていうか微妙に天気で今日は良かったなと思います。敦子はですね、レッサーパンダに似てると言われるんですが、そんなパンダも少し見れたので良かったなと思います。今日はありがとうございました。はい、私なんですが、なんか爬虫類館みたいなとこにゴキブリさんがいてびっくりしました。はい、また来たいと思います。はい、うるきすずです。今日はですね、本当どの動物も面白い動きばっかりで楽しかったんですが、やっぱり私は毛のない動物が好きなので爬虫類館にとってもテンション上がりました。でもウーパールーパーはいなかったです。また入れてほしいなって思ってます。ありがとうございました。ありがとう。ライです。私実は毎年夜の動物園って言って夜の8時ぐらいまでやってる時にしか来ないんですけど、昼も久しぶりに来て動いてるのもちゃんと見れたので楽しかったです。ありがとうございました。はい、今日はみんな本当にありがとうございました。ありがとうございました。